はい、こんにちは、ゆうです。あきらです。デブキャンです。俺たち、ミッドナイトボーズです。さて、今回は、はい、チャンネル登録者1000人突破記念。とうとう私たち、はい、チャンネル登録者数が1000人を超えました。ということで、昨日ツイッターの方で質問を何個か募集して思った以上にいろいろいただいたんで抜粋してラーメンさんに一旦全部お送りしたん でラーメンさんそこから選んで僕たちに質問してくれるんでそれに答えていこうかなと思います。それでは It's Tasting Time。 じゃあいきます。来い。皆さんが友達になったきっかけは何ですか？我々の友達になったきっかけか、知り合ったのも友達になったのも確実に高校の野球部。明確にこの時期にとか覚えてない。友達ってよりチームメイトっていう意識の方がまだ強い。ずっと部活で一緒にいるから、うん、まあふわっと友達になるようなそうです。野球部の中でハロプロが好きになったやつらを順にこっちに呼び寄せたってだけだから俺らが友達になろうぜってなったわけじゃなくて、まあね、そうね。だから高校1年生の時ですね。そうですね、大体そうだね。じゃあ次、皆さんの好きな振り付け。振り付けね、うん、振り付けだったらでもこれじゃないですか。ラブデキ、これでしょ。ラブデキでしょ。俺はこれですね。あー、まっさら。まっさらね。まっさら出しすぎやつ多いな。いや、私はデブキャラはごめんねポーズということで割愛すんの、ね、今こうやろうとしてたから、ちょっと今多いなって言われ待ちで行こうと思ったけどごめんねですよ。結局これですよ。次行こう。次、ハロプロ以外でめちゃくちゃハマったことや人、ものってありますか？ハマったものか。でもこれだから野球とかじゃないってこと。いやでもね、俺は今までの人生でね、好きな〇〇とかなかった。だから好きな食べ物とか、好きなアーティストとか、そういうのなかったの、マジで。だけど、まあなんか本当にこんなになんかハマったというのは。やっとできたんだ、そう、初めて。俺はあれだな、特にだから、ハマったっていうのは何でもやっちゃうから、基本的に。あ、そうだね。多趣味な感じ。気になったことを全部やっちゃうから、今没頭してるって言ったらポケモンとか、うん、そうね、それは俺もそう。ポケモンとかサーフィンも最近始めたし、釣りも好きだし、ウクレレもやってるし。そうだ、忘れてたわ。なんかやってみようと思ったこと全部始めちゃってるから、うん、何かに没頭っていうよりかは浅く広くの感じかな、基本的には。ただハロプロだけなんか突出してハマってる感じはある。じゃあ次、気になる研修生はいます。気になる研修生ね。いや俺はね、何人かいる。やっぱまずだからやっぱ米倉キラ、うん、なぜ研修をしているのか。いまだに研修生で立ち位置なのか。なぜ あの子はまだ研修生なのか。あ、まあ、だからそれこ その研修生ユニット4人もまあそうなんだけど、米倉キラさんとか石栗さんとか、まあ、そのあたりはなぜ研修生なのかっていうのを。まあ、そんな感じでやっぱ米倉明さんは出てきてるなって思って思うし、まあ、あとはあれかな、種谷翔太だね。いや結構ね、なんか研修生もなんか見るとなんかおもろい。ほんとめっちゃおもろい。ハロプロ好きになってるのがいいですか？これはもうずるい方があると思う。私が中学2年生14歳2014年ぐらいに稲妻エレブンを見返した時に、おたけびボーイワオのエンディングを聞いて、これももち歌ってんのかって驚きでベリーズ候補にハマっちゃったと。で、くまえちゃんを好きになって、そこからもずっとカントリーガールズに行ったりとかしながらハロプロがどんどん馬になってきたって感じで。俺は高2の夏だから2017の夏だ、7月の末くらいに合宿あったじゃん、ちょうど俺ら。そう、あの時怪我してて、なんか本当にやれることがなくて、なんか辛くてハロプロに助けてもらった感じかな。そう、キスミアイしてるとマッサラブルージーンズをずっと聴いてた。おー、そう、まあ、俺はもう2020年の1月23日です。モーニング娘。のビリーレが近くのアリオ橋本っていうショッピングモールだって、そこで、まあ、秋の上に連れてかれて、まあ、仲間強制みたいな感じで連れてかれて、まあ、不本意ながら CD を買い、不本意ながら握手をした結果こうなってしまったと。本意になったと。そう。そういうことです。おんちゃんおんちゃんうるさかったから電話かけてきたの。ちなみにその日に YouTube が始まったんです。その日に初めて投稿してるから。そう、だからあの日がこのチャンネルの歴史の始まりです。編集や企画などは誰が考えたりしてるんですか？あー、はい。え、これはあの、デブキャンさんです。何だったの？僕がやってますって言うのかった。何横取りしてるんだよ。一番やってないやつが。
ちなみにちゃんと言うと企画は全員です、うん、ちなみに裏方のあっちにいる ラーメンとピーヨのも一応企画としては全員考えて LINE のノートに貼ってって、うん、順にやれるものからやっていこうって感じです、うん、編集は基本的に僕と雄大が交互にやってるって感じです、うん、でたまにハロプロと関係ない動画ポケモンとかでもなく本当に関係ない動画はピーヨのさん、うん、編集のためのあれでしょ学校行ってるでしょ授業とかはそういう感じだもんね一番技術はあってあるんだけどハロプロに対する知識がなさすぎて出るわけがないっていうだから今のところ無駄なんで魚の持ち腐り感はめちゃくちゃあるよね一番新規の人に見てもらいたい動画を教えてくださいわりわりなるほど新規だよねハロプロ新規だったら、うん、推し紹介とかの動画はそうだね推し紹介系でなんかサムネで可愛い子いたら見てほしいな。そうだね確かに。そうだねなんかマニアックなことばっかって言うのかな。なんか企画自体は。もともとマニアなとこあるからない中身が確かに深掘りしてっちゃうけど、うん、中身は、まあ、初心者に近いのかなってとこもあるから。ブログクイズなんて初心者の人分かるわけがない。分かるわけないから。顔と名前一致しない人のブログを読んでる。それ分かるわけがないんだよ。初心者だから推し紹介とあとグループの紹介のやつ。そうだね。イットナイトホーズの最近知ったりしたらバンザイか俺も大喜利見てほしいからうん大丈夫ですか大丈夫ですかなんか俺らも出てるしハロプロのあれも出てるじゃんあれはだからいいかなと思って俺はあの謎解きクイズやったこの前にヤミクイズあヤミクイズねあれはね面白かったね最近のは見れてすげえなっていうあれですね、うん、ちょっと最後に行こうかなおいしい最後デブキャンさんだけ関西の立命館大学言わなくていいじゃん言わなくて書いてないだろ書いてたの言ってないのにデブキャンさんで関西の大学か何かと以前の動画で見た気がするんですけど今後どうするんですかあ私が帰ったらとかそうですね今は自粛期間みたいな大学もないし、まあ、そうです僕で関西なんですよ立命館大学いよいよ聞いたちも自己紹介のやつにあの R の話してるからそれを見てほしいそんなに深くまで言わなくていいけど私は立命館大学なんで9月からはもしかしたら帰るかもしれないしね その場合はもしかしたらズームになるかもしれないしそれか単体の動画が増えるかもしれない私単体とこの2人の動画とかあともうできる限り帰ってきたいと思って月1ぐらいで帰ってきてもいいかなと思ってだから本当にこれで皆さんがチャンネル登録してくれて皆さんが動画見てくれればデブキャンがこっちに戻ってくれるその費用ができれば今まで通り動画を、ね、投稿できるんで立命館からここまで帰ってくる立命館から体はいいもう弁護士しなくていいんだよもういいよもう言ったならいいよ最後じゃあ一言ずつ1000人突破してなんて感じたこととか今勝手に考えた来てねえだろやぼが出る意外に早かったかなそうだね本当に毎日投稿ってしてから4ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらいそこから本格的に始めて、まあ、ここまであまり苦ではなかったかなって感じ、うん、だから今後はやっぱりハロプロを知らない人まで俺らの動画が届いてちょっとハロプロ面白そうやみたいになってくれたら本当に嬉しいことになりますね僕たちをインフルエンサーにしてハロプロがもっと広まってくれれば本望だよそれがいやでももしかしたら YouTube を見てて他のハロプロ以外の企画から入ってきてこの人ハロオタなんだみたいなで他の動画も見ててもらってハロプロもいいじゃんかってなってくれればいいかなっていう動画も今後撮っていきたいそれこそ他の人たちにも目に留まるようにやっぱりこれからも野球動画とかポケモン動画っていうのは僕たちはやめませんポケモンも野球もやめませんからそれだけは、まあ、あのご了承いただきたいと思います、ね、でもハロプロも今後力入れていろんなゲームとかそして皆さんにも手伝ってもらえるような企画とかも今後やっていければなと思っているのでこれからもよろしくお願いしますお願いします今回もやりますそれでは、バイチュー今、まあ、ちょっと場面が変わったかもしれませんが明日、私たちが高校生の頃に文化祭で踊った What is Love とはまた別のラブマシーンを踊ってるんでそちらの動画を明日公開しますぜひ見てほしいってことでちょっとね、あの勇気づけるためにちょっと出すんで1000人突破という記念動画2本ですがちょっと許してくださいと、うん、ということで、バイちゃんも言ったのかてん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 じゃあ、また明日